ピン芸人ナンバーワンを決める R1 グランプリ2014の決勝が2014年3月4日東京フジテレビで行われ、山本正美40が初優勝した。ファイナリスト12人による3ブロックトーナメントからレイザーラモン RG39 山本馬と魚23が最終決戦に進出。山本はお茶の間ポイントを含む審査員全員の票を獲得して、史上最多3715人がエントリーした激戦を制し、賞金500万円もゲットした。2007年以来2度目の決勝進出。これまでアルバイトを3つ掛け持ちして家族を養っていたが、3月は予定を白紙にして背水の陣で大一番に臨んだ。正直4月の収入が気になってたので、優勝した瞬間はバイトしなくても OK って思いましたと胸をなで下ろした。大会直前には所属事務所の先輩東隆弘44の自宅に訪れ、キングの椅子に座らせてもらったというお笑いコンビハマカーンもその椅子に座り、ザ・漫才で優勝、座っといてよかったと椅子と東に感謝した。ピン芸人ナンバーワンを決める R1 グランプリ2014の決勝が2014年3月4日東京フジテレビで行われ、山本正美40が初優勝した。ファイナリスト12人による3ブロックトーナメントからレイザーラモン RG39